はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで、天下十王も始まって2日経って、戦線なんかも組めるようになってきて、まあ、いろいろ分かってきたので、はい、今回も引き続きこの天下十王の新たにプレイして分かった部分、シェアしていきたいと思います。はい、まず戦線システムについてですね、私のメインサバの無限回路、東西南北とある戦線の中で、まあ、西の、はい、リザロさんがメイン同盟の戦線に入れてもらう形になり、はい、こんな感じで今4同盟が集まって、一つの戦線としてチームを組んでる形になったんですが、はい、まず戦線先としては、こんな感じで、今うちの同盟が占領していた火山という、はい、この中央の落葉周りの王城州の郡上、はい、この青黒い屋根ですねのゾーンに今突入しているんですが、はい、そこから先見てもらうと同じ戦線のリゼロさんだったりオイラン道中さんが無限回路が占領している火山の先の NPC の城に対して戦線できていることがわかると思います。はい、こんな感じで戦線している同盟同士であればその城を利用して同じ戦線内の別同盟が戦線することができるようになると、はい、いうことがわかっていて、はい、でこれ私抜けてたんですがヘルプ見てもらうとこの同じ戦線に所属する同盟同士の戦線関係の共有に関しては戦線結成後に王城州で征伐する場合のみ同じ戦線に所属する同盟の隣接城に対して戦線ができるということで、まあ、こんな感じでこの落葉周りの青黒い屋根に関しては戦線先を共有することができるんですが、はい、ちょっと別サバのトラネコ同盟の方の戦線になりますが、はい、こんな感じでうちのトラネコ同盟がメイン同盟の状態で、で一緒の戦線同盟が明鏡止水さんとモフモフさんとポンさんっていう風になってるんですが、まあ、先ほどの無限回路と同じくこんな感じで王城州に入ってるポンさんに隣接してる加藤道館館中に関してはうちの虎猫同盟も宣戦しに行くことができるという感じになっており、はい、道館だったり館中に関しても先制できるんですが、はい、例えば同じ先制の明鏡止水さんに隣接しているラストシップさんに関してもこんな感じで先制できなかったり、はい、あと明鏡止水さんの甲州が隣接している、はい、ここの王城州の城陽、はい、青黒い屋根の城に関しても、はい、残念ながら先制することができませんでした。先制先の共有に関してはこの王城州の郡上のみになっていて、王城州に入る前の周りのお城に関しては先制先を共有できないと。で王城州に関してもこの城陽を見てわかるようにこの王城州の外から王城州の中の城に宣戦する場合は王城州の郡上であっても宣戦先を共有することができませんでした。はい、でこれまた別サバになるんですが、昨日の2回目の天下十王が終わった後それぞれ東西南北と中上を占拠した同盟がこんな感じで4同盟決まっていて、はい、その同盟に対して、はい、こういう感じで、まあ、右上見てもらうと、まあ、こんな感じで戦線のメイン同盟が決まった後には戦線申請というボタンが出現して戦線できるようになるんですが、この戦線申請のボタンを見ることができるのは各同盟の名手さんか枢機大臣のみとなっており、枢機大臣や名手でないサバのテケテケで同じように戦線に申請しに行こうと思ってもそもそも右上に戦線申請のボタンがありませんでした。はい、でこの戦線申請ボタンに関してなんですが、今天下十王が終わって22時51分の段階で、はい、戦線申請のボタンを押してみたんですが、はい、こんな感じで休戦期間と戦線期間のみ戦線に加入できますと、はい、いうような形で戦線申請自体がこの時間だとまだできませんでした。はい、まあ、休戦期間と戦線期間のみの戦線に加入ということで、一応これロビではここに書いてあるように休戦期間は22時45分からなので、はい、休戦期間も対象期間であれば一応条件は満たしているはずなんですが、なぜか弾かれると。はい、その後23時22分にもう一回戦線申請してみたんですが、はい、みんなの酒場さんまだ開いてませんでした。はい、ということでオープンする時間を探ってたんですが、はい、その後23時30分ですね、マップ見てもらうと左下のアイコンのところに加入可能な戦線という吹き出しが出てることがわかると思いますが、23時半を過ぎた時点からこの吹き出しが出てくるようになり、中に入ってみると戦線から戦線申請ができるようになりました。はい、ということで戦線申請ができるのはメイン同盟が作られたその日の天下十王終わりの23時半からという形になるみたいです。まあ、休戦期間自体はロビでは22時45分からって書いてあるんですが、実際には王者戦線なんかの兼ね合いでシステム上の休戦期間は23時半以降という風になるみたいですね。はい、あとこんな感じですでに申請済みの同盟があったとしても別の戦線に対してもこんな感じで申請できると、はい、という感じで複数戦線相手にこんな感じで申請を投げることができると。はい、この戦線に関しては2戦線だけでなく、はい、3戦線目そして4戦線目という感じで、まあ、やろうと思えば4つの戦線全てに対して申請を投げておくことはどうやら可能なようです。でこの戦線申請ボタン
タンを一度押すと、こちらからその申請を取り下げることはできず、申請された側のメイン同盟さんに関してもその申請自体を拒否するボタンは特にないみたいで、まあ複数先から申請された場合は拒否するというよりはその中から3同盟分選ぶことができるというような感じで承認しかできないというような関係性になっているみたいです。はい、ということでランゼロサバの猫パンチ同盟に関してはウミンチュさんが拾ってくれました。はい、ウミンチュさんありがとうございます。はい、で先々先が決まるとこんな感じで加入済みの同盟という形で同じ戦線内の同盟が一覧で見れて、でまだ戦線の中の同盟が決まってないところはこんな感じで同盟がありませんという形で、はい、ここに埋まっていく形になりますね。はい、メイン同盟側の目線で見た場合は右上にはこんな感じで申請一覧というボタンができて、はい、中見てみると自分の戦線に対して戦線申請をしてくれた同盟さんの名前がこんな感じで見れて、その中に承認ボタンがあって、まあ、この申請してくださった同盟さんの中から3同盟まで選ぶことができると。で右上にちっちゃな人のマークのボタンがあると思いますが、ここ中身見てみるとその申請してきた同盟さんのメンバーが何人いたり、そのメンバーの戦力がどのぐらいだったりっていうのが全部見れるようになるので、まあマップ内の配置だったり、あとはこういったところから同盟さんの戦力規模だったりっていうところを把握した上で申請承認の判断をしていくような流れが基本になりそうですね。はい、あとお城につける星だとかのマークに関しては戦線を組んだとしても自分たちの同盟のマークしか見れず、戦線を組んだ仲間同盟のお城マークの指示は見ることができなくなってるみたいです。はい、途中で晴れて戦線を組んで翌日12時を回った時点で、はい、お城を見てみると、はい、こんな感じで下のところに戦線同盟の占領しているお城の報酬が追加されて、自分の同盟が占領している同盟と戦線同盟が占領しているお城の報酬を合わせてがっつりもらうことができました。いや、これめちゃくちゃうまいですね。なんで水曜日から戦線作れる同盟が出てくるので、はい、戦線ができたらもうその日の23時30分から次の日になってしまうまでの間にどこかしらの戦線に所属しておけば、こんな感じでもう次の日すぐに同じ戦線内の別同盟の獲得した城の報酬ももらえるようになるので、戦線のメイン同盟が決まったその初日に関しては23時半から30分の間しかありませんが、その間にどこかしらの戦線に所属できるように申請依頼を出しに行った方が報酬的にはかなりありがたい形になりますね。はい、でこれは確認できていませんが、お城の戦線に関しては、まあ、1日3回まで戦線できるっていう形で書いてありますが、ここに書いてある城を所有していない同盟に関しては任意の軍場に戦線ができると書いてあるので、まあ、全ての城を吹き飛ばされてしまって野良になってしまった場合にはマップ外周にある軍場を3つまで選んで先制できるようになるのかなと。まだちょっと初日2日目で野良になってしまった同盟の情報を得られていないので定かではありませんが、まあおそらくここら辺は警告だったり軍友と同じような仕組みになっているのかなと思います。はい、ということでこの王城州の軍場である火山を今回占領することができて、はい、その状態で今22時半を過ぎたんですが、ここ占領してしまった場合には剣閣に対して NPC が23時半以降も攻めてくるということはありませんでした。はい、これまあオイラン道中さんが剣閣に攻め込んでいるから NPC が22時半も攻めてこなかったっていうような見方もできるんですが、まあ、目視したわけではないですが YouTube の動画に寄せられたコメントなんかで同じく剣閣を所持していた同盟さんで他同盟に宣戦されていたにもかかわらず22時半から火山から馬が走ってきましたっていうことで、宣戦されていたとしても NPC はお構いなく来るというような情報が寄せられていますので、まあおそらく今回の場合はこの火山を落とすことができたので22時半以降 NPC が攻めてこなかったのかなと、はい、今のところそんな感じで見てます。はい、あとまあこれバグかもしれませんがこんな感じで今攻められている状態で、こちらの守備軍が相手の守備軍によって突破された場合、はい、こんな感じで今こちらの人数減っていってますが、はい、その状態でこんな感じで、まあ、後ろの方にいる自分のキャラクターを上に運ぶんですが、はい、こんな感じでガンガン上に運んでいくことができるんですね。本来であれば進軍されていくとこっちの守備チームが減っていくので、その減りのスピードに合わせてラグがあったりしてなかなかタップがしづらかったりするんですが、まあ、めちゃくちゃ上に運びやすいというような状況に初日になってました。まあ、これもしかしたらバグかもしれませんが、こんな感じで楽々上までお目当てのキャラクターを運んでいくことができると。で見てもらうと今このアーグスを上から4番目まで持ってきたところで、その上にいるウサポポさんのところと入れ替えようとボタンを押したらこのチームが戦闘地のため調整できませんというような感じで、ここの見た目上ではまだ上に行けるんですが、実際の敵の進軍では今このウサポポさんのところまで戦闘が来てしまっているので、それ以上上には調整できないというようなシステムメッセージが出てきました。で実際に中身見てみると今ウサポポさんが戦っているというような感じで、はい、並び替えが今回めちゃくちゃ楽になったなというような印象を受けましたが、まあ、これはもしかしたら何かしらの表示バグだったり初期の不具合かもしれないので、まあ、今後ここら辺の仕様なんかは明らかになってくると思いますが、はい、初日の感覚かなりこの部分は良かったですね。
はい、あと今回この NPC 大量にいるのを利用してこの白線のデバフについて調べてみたんですが、キョイちゃんの攻撃力を最大と最小合わせて今敵を殴ってるんですが、はい、こんな感じで3705028というダメージが、はい、ずっと続く形になっていて、はい、このダメージがどういう風に推移していくかっていうのを確認していったんですが、はい、こんな感じで見てもらうと全くデバフがかからずにずっと同じダメージのまま敵に対してダメージをぶつけて進軍していくことが確認できたんですが、そろそろですね、今94までいってますが、はい、98とここで100冊を超えるんですが、はい、100冊を超えたところから急にダメージが落ちました。はい、でその後に関してもこんな感じでずっとダメージが落ちていく形で、はい、どうやら100冊超えしたあたりからこのデバフがかかり始めるっていうのが天下十王の主要になってるみたいで、はい、そこから先どん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 火力が落ちていく形になり、はい、今回最終的にこの274冊まで行ったところで、はい、相手を倒せずにこちらが負けてしまいました。はい、取得したデータをまとめるとこんな感じですね。はい、今の映像を見てもらえばわかると思うんですが、どうしても戦闘履歴を追う際にダメージを見てからその戦闘を閉じてまた次の戦闘を見に行くまでに時間がかかってしまうので、はい、こんな感じで100人抜きした試合のダメージを見た後1回閉じてまた開くと次108人切りというような感じで戦闘1回分飛ばされてしまうようなことが結構あって、1回でデータを追い切ることができなかったので、はい、今回同じキョイちゃん部隊を2回NPC に対して飛ばしてみたところ、いい感じにこことここの間の戦闘のダメージデータも拾うことができて、まあ中にはうまくタイミングが噛み合わず見れなかったダメージの部分もありますが、まあいい感じにお互い補完し合うことができてダメージの推移を追っかけていくことができたんですが、まあちょっとデータの中見てもらうと、例えばここの128冊の部分のダメージと132冊のダメージの部分が全く同じになってしまって、まあその差がゼロっていうところもあったりしたんですが、おおむねダメージの差としてはまず100冊まではずっとキョイちゃんの防御無視攻撃3705028というダメージになっていて、はい、そこから100冊を超えた段階デバフ回数でいうと25回戦闘をしたところから急にダメージが3334523と一気に375005下がり、このマックスダメージから見た場合には 90% 分のダメージまで落ちてしまったと、まあ、つまり 10% のデバフがいきなりこの25戦目からかかったことが確認できました。でそこから先に関しては26戦目、3297470のダメージということで、25戦目と比べたら37,053のダメージ減が確認でき、はい、減少率としては 1% のデバフがかかったと。でなぜかその後27戦目ですね、はい、ダメージ見てもらうと3223,368で1個前の戦闘とのダメージ差が 74,102 ということで、まあ、ちょうどぴったり 2% 分ここでは減少していて、はい、その下見るとまた 1% 分の減少で、その下は 2% 分の減少というような感じで 1% の減少の後は 2% の減少というような形で、はい、でその後下にずっと追っかけていったんですが、まあ、今回は276冊69戦したところで、はい、火力としては 32% のところまで落ちてしまって戦闘終了になりましたが、はい、これに関しても YouTube に寄せられたコメントなんかで、まあ、細かい計算はしてませんが 1% ぐらいまで落とされたというようなコメントもいただいているので、まだまだこの先もおそらくですがこのルールと同じような感じでデバフがかかっていくのかなというようなことが予想されます。まあ、あくまで NPC 相手に攻めた場合にこんな感じのデバフがかかったということで、まあ、プレイヤー同士のデバフの確認はまだしてませんが、とりあえず NPC の場合はこんな推移となりました。あとこんな感じで進軍時間に関しても、今回ジョヨの主軍が627体で残り時間が40分と31秒のところからスタートして、はい、1つ進軍するのにどのぐらい時間かかるか調べてみたんですが、はい、その後1分経った39分31秒のところで残り人数585人と、はい、1分間で42体敵軍を削っており、はい、そこからさらに1分経った38分31秒の段階では残り543体と、はい、こちらも1分間に42体削っているという形で、だいたい1進軍あたり 1.43 秒ぐらいになりますかね。まあ、ちょっとこの時間や残りの主軍の人数の正確な表示や推移ができてるかどうかっていうところは裏取りができていないので、まあ、もう少し前後しそうな感じはありますが、まあ、だいたい1進軍 1.5 秒ぐらいなのかなっていうのが、まあ、今回このジョヨの NPC を攻めてみた感覚では確認することができました。もう真ん中の落葉の城とかは1200体とか守備兵がいるので、これ全部滞りなく倒そうと思うと今の計算だとだいたい28分から29分かかるっていうことで、落葉なんかも同じく30分以内に倒さなきゃいけないんですよね、多分。ちょっとまだわかりませんが、はい、そう考えると開幕してから速攻で攻めたとしてもほぼ時間的な余裕がないですね。物量で逃げ切られてしまう可能性があるっていうことで、まあちょっとここら辺も30分制限なのかどうか今後追って見ていく必要がありますが、 NPC 上も一筋縄ではいきそうにないですね。はい、ということで天下十王も2日目終わって、まあ戦線なんかも開始されて作戦系統なんかもより複雑になってきましたが、まだまだ謎な部分がたくさんあるので、分かり次第ねこのチャンネルでも情報シェアしていきたいと思いますので、はい、追って確認していただければ嬉しいです。はい、それでは。
For all of you generate the stuff.するおっすおっすおっす